あれやろ、ナジャさんようやるやん。中に入ってますか問題。フルーツはいくつ入ってますか？何種類ぐらい入ってますか？とリンゴとバナナ。言ったらダメですめっちゃ男前きた。男前マ君ここに来て中でちょっと遊んでって感じやね。多分もうメデューサかなんかやと思ってんちゃう。今回喫茶店を訪れるのはナジャの後輩ドラァグクイーンイルローサとフェミニーナ。さあというわけで、はい、すごい車のね、うん、多い通りですけれども、今回はね長堀橋エリアでございます。はい、はい、こちらが栄筋といいまして、これをずっと北の方に行きますと長堀橋通りというのがございます。はい、長堀橋、こそんな橋あったかなと思いますでしょ。今はございません。江戸時代初期に長堀川というのがございまして、そしてむせるわ。見てる人びっくりするよ。今日ね何個か回っていたけれども、はい、ローザさんがだんだんちょっと疲れてきまして、はい、どんどん喋らなくなるから。ちょっと後半戦はローザさん仕切りで引っ張ってってもらおうかなというのを言ったら。はいはい、仕上げてくるね。仕上げてくるね。びっくりしたわ。ね、歩きながらぴったりここすごい、もうそのまま歩いて梅田まで行ってまうかなもぐらい、もう漫談始まったんかと思ったわ。びっくりした。はい、はい、ということで到着しました。はい、こちら、はい、コーヒー銀和さんでございます。銀和さんでございます。お邪魔してみましょうか。行ってみましょう。すごいねレトロな感じな。お邪魔します。お邪魔します。こんにちは。奥でいいですか？はい、お邪魔します。こんにちは。こんにちは。1969年創業の喫茶店銀和。大阪の眠らない街で創業当時から24時間営業を続けています。現在のママは先代であるお母様から6年前に店を継いだそうです。早速ね喉が渇いたんで、はい、何かおすすめのドリンクをお願いしていいですか？ミックスジュースがおすすめなんですけど。ミックスジュース、はい、コーヒーもあるのにね。コーヒーとかもいろいろあるんですけど、うん、もうミックスジュースがもうこんだけある中で一番ですか？おすすめ。よく出るのはミックスジュースとバナナジュース。バナナジュース、はい、一緒のにしましょうか。ミックスジュースね、じゃあ私は、はい、ミックスで、はい、はい。長いんですか、こちらは？54年やってます。54年、はい、54年間、はい。あ、ずっとこの場所ですか？はい。一等地やんね、ここすごいよ ね。すぐ道頓堀もあるし、ホテルもあちこち建ってるし、うん、はい。ね、はい、あとは何？ありがとうございます。イケメンやった。違う、なんか、うん、あのお兄さん出てきて、うん、あ、こういう場所やったと思った。このエリアに合ってるなっていう。そういうこと、うん、どういう意味？このなんか何、髪の毛とかもさ、え、ちょっとちょっとだけマスク取って。すごい、急に私らやるお姉みたいなの撮ったよ。すごい指そっとったけど。そのなんか後ろ下がっていったね。それも消えてたね。早速いただきましょう。いただきましょう。このでもなんかね、このミックスジュース、もう見た目からしてこんなんやったっけ、ミックスジュースって。私のイメージではどっちかというとローゼさんのこの着てる服ぐらいの色味のイメージ、ね、結構オレンジ色がはっきりしてる、はい、あれやろ、ナジャさんようやるやん。中に何入ってますか問題。オッケー。フルーツはいくつ入ってますか？何種類ぐらい入ってますか？とリンゴとバナナ。言ったらダメです。あのこの3人でやるから当てるんで、はい、当てるんで、リンゴ含め何種類ですか？何種類、え、5種類。5種類、残り4つ当てればいいから。 OK、 いきます。うんうん、あー美味しい。牛乳が少ないかな。はい、そうなんです。だからミルク、あのフルーツジュースみたいな感じだよね。そう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 、
でも入ってるのすぐ分かった。リンゴ、バナナ、パイナップル、桃。あ、4種類でした。多分あの作ったことありますか。大丈夫。はい、大丈夫です4種類。はい、リンゴ、うん、パイナップル、うん、桃、みかん。あ、みかんも入ってます。ほんで、また間違ってるやん違う、結局正解は何種類ですか。リンゴ、バナナ、みかん、うん、桃、うん、パイナップル。結局5種類。2人確かに出会ったらちょうどできたなちなみにこのお店はどういった経緯でこうここに店を喫茶店をやろうと思ったんですか。あの、うん、水商売の入り口なんですよ、八幡筋が。はいはいはい、あ、この八幡筋。はい、こっからあのタクシーを降りて中に入っていく、はい、絶対に使われるだろうな、待ち合わせとかで、っていうあの意図があったと思います。もともとお母様も水商売の出身。その経験を生かして夜の街に寄り添えるお店作りをしたそうです。結婚してもう子供もいるんで、水商売からやっぱりあのお酒を出さないスタイルのお店をしたいと思ってやったみたいです。ほんでこの角地で ね、やっぱ絶対待ち合わせ場所になるわね。その水商売の人もだから、水商売の人が、うん、あの顔を刺さないようにステンドグラス、ここの道が、ああこのガラスが、はい、なんかやっぱりめっちゃ考えたろ、ね、お母さんも水商売されてたから、そういうところで絵の気配りもやっぱすごいね。堂山にある喫茶店、顔刺しまくりやもんね。なんかえらい、なんか視界でチラチラするなよからね、うん、なんか知り合いの芸の子がめっちゃ手振ってたりとかね。ほんまやね。こういう気配りしてほしいね。してほしいね。すごい、まあ、一瞬だけ見えたんですけど、はい、坊やがいるんですか。あ、そうなんです。何くんですか。マー君。マー君。マー君、来て。早くこっち来て。すごいわ。めっちゃ男前来た。ちょっと前やマー君。どうしたん。何歳ですか。10歳。しっかりした10歳。よう来んの、ここの喫茶店は。うん、ちょっとだけ来る。もう半分家やから、うん、ここに来て中でちょっと遊んでって感じやね。違う。いや違う、多分さ、多分もうメデューサかなんかやと思ってんじゃん。目やったら石みたいになってんだよ。え、ここの喫茶店の中で一番好きなメニューは何ですか。カツカレーライス。で結構いろんなフードメニューもあるんですか。はい、24時間ご飯が食べれるようにしてます。食べるのも24時間いけるんですか。はい、すごいね。すごいね。夜中来てもがっつり食べる。はい、結構食べられる方が多いです。そうやね、はい、カツカレー、カレーを2つしましょう。一緒に食べる。いやいや、あの2つでいいです。はい、はい、お願いします。はい、めっちゃ美味しい。すごーい、ボリューミー、カツでかでほんま男の子好きそうな感じのね。もうええ匂いしてます。ええ匂いしてる。いただきましょう。じゃあちょっといただきますか。うん、あのね、うん、美味しい。思ったよりもほんまにカツが大きくて、うん、あの昔ながらの、うん、カレーと絡みやすい厚さの、ね、分厚すぎなくてめっちゃ絡む、うん、美味しい。ちょっとあのもう一回マー君呼んでいただいてもいいですか。はい、マー君。多分私らよりいい。あ、マー君ね。そう、おすすめポイント言ってくれるかもしらんから、うん、マー君のこのカレーの一番ここがうまいねんっていうポイントある。カツと一緒に食べるのが美味しい。うん、食べた。ここからは喫茶店の落ち着いた雰囲気の中でお二人の話を聞いていきます。
どんな子供やったんですか。どんな子供、ね、どんな子供やったんやろ。多分めっちゃ自分はわがままやったと思う。あーぽい、うん、お兄ちゃんがおるんですけど、例えばその小学校の卒業式とかお兄ちゃんのお下がりを着せられたりするのがめっちゃ嫌で。あ、嫌やったんや、うん、で服買ってくれな、卒業式行けへんとか。めっちゃわがまま上に私姉がいたから、うん、お姉ちゃんの着せ替え人形のような子やった、うん、小学校低学年ぐらいまでの写真を見ると、うん、お姉ちゃんとかお母さんのスカートを履かされて写真を撮られてる写真がいっぱいある。だから多分それが原因でこうなったと思ってるから関係ないと思うけどねうちお兄ちゃんがそれでしたわ。母さんがもう女の子が生まれとしかたらしくて。あ、生まれたよ一番なんかよう分かれんのがちょうど真ん中に生まれてで女の子も生まれたからバランス的には完璧男おかま女ってちゃんと3人産んだおかんすごいわすごいよ